こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。お願いします。はい。今日は急遽お出かけしないといけない時、うん、イベントがある時、自分でヘアセットしないといけない時があると思うんですけど、うん、その時に遅れ毛。必要です。長い時とかすごいやりにくい時ありませんか、うん、ありますよね。はい。そんな時にささっと遅れ毛切れる方法をやっちゃいます。今日ははい、はい、ぜひ皆さん参考にしてください。はい、それでは動画スタート。今はこれやんないいんですか。今は遅れ毛が長い状態です。ここからスタートしていきます。はい、クロスを着ました。カットするときは基本的にはこういうクロスをお持ちの方はクロスを着て、ない方はゴミ袋でもいいので何かしら上から着てください。はい、では顔周りの遅れ毛を2箇所下ろしました。前髪と生え際の隙間を埋めるくらいの束感を下ろします。もみあげは根元の量感じゃなくて毛先の量を見てこのくらいの束感になればベストです。まず顔周りの髪の毛を顎よりも少し下の位置で持ちます。そのまま髪の毛をたるませないように持ち上げていきます。ここの髪の毛をたるませないように持ち、ハサミを内側ではなくて外側に入れていきます。これを下ろすと少し切り口が斜めになってます。毛先を少し広げた状態で持ってハサミを縦に3箇所くらい入れていきます。少し毛先がぼけました。もみあげの髪の毛は顔周りよりも2センチくらい長く持ちます。先ほどと同じように上に持ち上げます。また縦に切っていきます。毛先を広げて縦に3箇所くらいハサミを入れます。下ろすとこのくらいになってます。両方同じ感じで切れました。ホリスティックキュアのストレートアイロンを使います。顔周りの髪の毛は中間から通して半回転巻きます。もみあげの部分は外羽に巻きます。こんな感じで巻き終わりました。ベイビーオイルを指先に一滴だけ垂らして指先でなじませます。これを顔周りの髪の毛になじませながら毛束を裂いていきます。こんな感じで出来上がりました。切り方のポイントなんですけど、髪の毛をまっすぐ持ち上げることです。そうすることによって下ろした時に少し段差ができてぼかしやすくなりますので、ぜひ試してみてください。はじめは少し長めに切ってください。1回で短くしちゃうとやり直しができないので、ちょっとずつやってみてください。顎をもうちょっとで感じします。また来週も見てください。